このチャンネルは地域圏にあるカメラ屋さん、佐藤カメラで働くアソシエイトたちがそれぞれの目線でお送りしています。トモヤです。はい、今日ご紹介するカメラはリコーペンタックスから新しく出た一眼レフ K1 Mark II です。これをご紹介したいと思います。K1 Mark II、 外観は K1 からこのロゴですね、 Mark II が入ったところぐらい、ダブルスロットとこの液晶、なんていうんだっけこれ、これこういうグイングになります。画面動くしでプラスグイングになるので縦撮りの時とか見えますね。この動きは結構ありがたく思います。それとここのダイヤルは何のダイヤルなんだってちょっと思ってしまっていたんですが、プラス補正とか ISO 感度とかここら辺のこういじりながらこうやるっていうボタンが、ここの切り替えでこう ISO 感度変えたかったら ISO 感度にしてグリグリってやると ISO 感度変わったり、露出をここにしてグリグリってやれば露出が変わったり、 Wi-Fi 機能を使いたいと思ったら Wi-Fi にしてオンオフってできたり、これはいい機能なんじゃないですか。サブモニターもシャッタースピード、F 値、ISO 感度もこの3つの組み合わせですからね。写真を撮るときはこの3つが出ているので最低限必要な情報がパッと見れるので良いんじゃないでしょうか。ライトもつきます。そんな感じですかね、外観は。あとストラップの位置が斜めなんですね。斜めなんですよ。なので斜めにこうね、斜め掛けにした時に無駄がないんですよ。そこかよっていうところがね、私には重要だったりするんですよ、この斜めな感じが。斜めにしようってね一言言った開発者にはちょっと国民栄誉賞をあげたいぐらいですね、私は。ということで外観はそんな感じです。で、中身、Mark II になって何が変わったか、変わる前に、そのまま変わらない機能、画素数は、ちょっとそこは、画素数は変わらず、3640万画素。です。五軸手ブレ補正、1、2、3、4、5ですね。はい、五軸手ブレ補正も変わらず、Wi-Fi も搭載されてます。連射、6.6万、違う、ちょっと見ればいいか、6コマぐらいじゃないこれ。35mm フルサイズで 4.4 コマ、 APS-C サイズだと 6.4 コマ。ペンタックス特有のアストロレーサーはそのままついております。で、大きく変わったのが2つ、 ISO 感度がグッと上がりました。 K1 の時は100から204,800だったのが、 K1 Mark II になると100から819,200まで上がりました。ガンガン上がりましたね。で、それを撮ったのがこれですね。これ6400で撮るともう全然いけますね。全然いける。12,800になると若干端の方が若干、25,600だと、けどまあ暗いところ、まあここまで暗い中これで撮れるならって感じだよね。で、51,200、まあそうですよねって感じですよね。で、102,400、これはもう、そうだね、そうですね。で、204,800、 K1 がこれでここまでしか取れなかったのがここの上までいけるってことだよね。まあ819,200で取ることはまあないけれども、ここまでの伸びしろがある中で取るならっていう話だよね。シャッタースピード640分の1、640分の1で切れてんのこれ。 F5.6 シャッタースピード640分の1、すごいね。あ、もうどうしてももうブレずにもうバッて撮りたい時はガンガン上げてもらってってことだよね。あ、そうだ。でもさ、これ102,400でもさ、全然見える。宇宙人と遭遇した時ですかね。だから本当にもう本当に暗いところだよね。あの何、夜タヌキに遭遇した時とか、夜の電車とか、夜のポートレートとか、夜の動物園とか、ナイトサファリじゃないですかね。野生の鳥でも夜活動していらっしゃるあの動物たちを撮るのも、ああいいんじゃない、ああいいんじゃないね。
いいわいいわ、ね、タヌキやっぱタヌキ、やっぱタヌキじゃない、やっぱタヌキだわ。はい、続きまして、手持ちでもリアルレゾリューションが対応になりました。これはありがたいんじゃない、手持ちでもいけるようになった、リアルなレゾリューションです。そのモードにするとカシャ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 って4枚になって、それを1枚にしているので鮮明に映るんですよ。4枚撮るのでちゃんと固定して撮らないといけないのが、手持ちだから絶対ブレてんだよね、絶対ブレてんのに、それが手持ちでもいけるってすごくないですか、すごいんです、すごいんです。それをね、撮ってきたんですよ。芝桜を撮ってきたんですけど、これ拡大するとこの水滴までさ、ほらほら出てんのよね。花びらの、花びらじゃない、この何、茎の部分の産毛産毛じゃない幹の部分のってなってるのまで見えるかもね。ここだけ切り取って使うってまずないけどさ、大きくしてプリントしたいとかいう人にもいいんじゃない、こうね、大きくポスターにしてとか、あとこういう風景撮るところとかって三脚禁止なところとか、三脚立てられない雰囲気な場所とか結構ねあるので、手持ちでも撮れるっていうのはすごくありがたいです。これ撮った時は、ね、画面こうやってブインってやって、これでカシャカシャカシャと撮ってきました。これは自然を相手に写真を楽しんでいる人がいいんじゃないですか。ボディもレンズも防塵防滴、マイナス10度まで行くので、あ、私が行くのは私だマイナス10度までこの子頑張ってくれるので山にも行けますし、マイナス 3EV でもオートフォーカスが効くので、朝方のちょっと暗い時間から昼間を過ぎ夕方夜でもオートフォーカスが効いてくれるので安心です。高感度になり819,200まで上がったので、すばしっこい動物もブレずにガンガン仕留めれます。仕留めちゃなんか撮れます。風景を撮りたい方は手持ちでもリアレゾが対応しているので、フレキシブル液晶なので自然の中でこうできるってことでしょ。で、夜になったらアストロレーサーで星を撮っていただいて、なので自然を相手に写真を撮る方にはおすすめです。このペンタックス K1 Max、 もう少し詳しく知りたいよっていう方は概要欄の佐藤カメラの SNS のリンクが貼ってありますので、そこからお問い合わせお待ちしてます。この動画面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。今日も見てくれてベリーセンキュー、バイバーイ。